大阪の道頓堀で本場のお好み焼きとたこ焼きに挑戦した外国人の動画が YouTube に公開されていました。どちらも普段から東京で食べ慣れた食べ物とのことですが、大阪で食べるものは味付けや食感が全く異なり、その美味しさには本当に驚いたと語っています。紹介されているお店はどちらも道頓堀の有名なお店で、普段食べているものとは違った本場のお好み焼きやたこ焼きに海外から多くのコメントが寄せられていました。Now, right about now, I'm sure that some Okonomiyaki Nazis are losing their shit about some perceived rule that I broke. Well, let me tell you this, Okonomiyaki Nazis, I'm getting in the mood right now, and I'm feeling the motherfucking groove. I'm having this pancake my way, because truth be told, I am working.これはまた美味しそうなお好み焼きだ。お好み焼きがすごく美味しそう。 PC のモニターを食べそうになってしまった。パンケーキというよりはオムレツに見える。どっちもすごく美味しそう。どちらを選べばいいかわからない。ランチやディナーを食べてる時に限ってあなたのビデオを見てるかも。代わりに同じものを食べたくなる。食べたばかりなのにまたお腹が空いてきたじゃないか。日本に行ってきたとこ。日本人の作る料理はどれもちょっと興奮するね。乾杯。このストリートとフードがすごく恋しい。日本でマヨが多用されてるなんて全く知らなかった。北米だけの食べ物だと思ってた。故郷の大阪にようこそ。楽しんでくれてることを願ってるよ。本場大阪の味を楽しんだ投稿者さん、この動画は見ているだけでお腹が空いてきてしまいますね。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。それではまたこちらのチャンネルで皆様にお会いできることを楽しみにしております。